はい、ただいま私、ダクソンはですね、旭川市にございます、川村金子アイヌ記念館というところに来ました。で、こちらにね、いろいろ書いてますよね。で、現館長が3代目の川村健一さんなんです。で、施設のアイヌの資料館でございます。で、こちらのね、健一さんの祖父ですね、おじいちゃんが川村イタキシロマさんと言います。で、ここの場所に自宅の知世と記念館専用の知世、まあ笹吹きの家ですよね、アイヌの、を建てたようでございます。このね、健一さんって方、結構先ほど旭川の博物館に行ってきたんですけど、いろんなね、小学校ですとかの、なんだろう、こう文化的な催しに参加されてるのを映像で見ました。ここにね、いろいろ書いてるんですよね。で、クーチンコロって名前たくさん出てくるんですけど、この人ね、上川アイヌの地方総代なんですね。一番偉かった人らしいですね。旧土人保護法なんてのもね、重要なんですよね。悪法ですよね、これ。アイヌをね、守るという名目のもと、まあ、和人化にさせるための法律ですよね。これ、第7師団設置。これもね、なかなかね、重要なポイントです。アイヌの転出計画が持ち上がったようでございます。で、大正5年にですね、川村アイヌ記念館、こちらの資料館が開設したんですね。で、100年ですか。すごいですね。アイヌ文化の資料館としては日本最古の施設でございます。じゃあ見ていきましょうか。いいですね。これね、先ほどの旭川の博物館では、赤ちゃんをあやす、くるくる回るおもちゃあるじゃないですか。あれに似てるんじゃないかって展示されてましたね。あ、ここにもたくさんあるな。熊の頭蓋骨にこうつけるんですね。いいですね。展示方法いいですね。博物館はね、割と周りの照明が暗くて、この展示物にね、ライトを当てる手法を使うんで、なかなか撮影とか写真撮るの難しいんですよ。フラッシュも焚いちゃダメだし、もうここはね、館内明るいんで非常に見やすくなっております。ピリカメノコ、女性ですね。おお。ここにね、アイヌの女性ですね、子熊を捕まえてるんですよ、素手で。で、もうキリッとしたね、お顔立ち、綺麗ですね。この熊かな、ちっちゃいけど。熊狩りは冬に行います。冬眠中の熊を狩るのが最も安全だからなんですね。これが知性、こう笹の葉。アイヌの授業です。ここに砂沢ビッキさんの記述ございました。ビフカのね、どこだったっけな、あるんですよ。そこはまだ行ってないんですが、ここに来たら行くしかないですね。
もうそろそろ閉館しちゃうのかな。あ、こちらですね、トーテムポール、砂沢ビッキーエコミュージアムお刺しまセンターにあるんですね。これね、木材をね加工する方でございます。じゃあね、こちら何か集会を開く広場みたくなってるので見てみましょう。あ、それでですね、なかなかこれ面白いですよね。アイヌの刑罰ってあるんですよ。で、なかなかね厳しい判決、またね罰ですか、罰則あるみたいです。このボッコでねぶったたくんですよ。なんかね、焼いた石を水中で掴ませて嘘をついてないと焼けないんだとかっていう話も聞いたことあるんです。なかなか先ほどの旭川の博物館で見たんですが、サハリンにこうバンバン攻めてってさ、なんだろうね、猛獣の毛皮とか取りに行ったりね、アイヌの人たちってなかなかいいですね、攻撃的でいいですよ。あ、これが河村さんのあれか。あ、クーチンコロいた、いたいたいた、これクーチンコロ。この人がね、上川の総代ですね。竹城に合ってるはず、松浦ね。あれ、板木城間さんがおじいちゃんだよね。あれ違ったっけ。あれ、だったような。で、お父さんの河村兼人さんですね。この人ね、測量技師だったんですね。で、カラフトから朝鮮、まあ、そこまで行って測量をしていた模様でございます。あ、ここにね測量の機械がありますね、写真と。おお、ほど。おお。じゃあ、せっかくなんでこちらの集会所みたいなとこ、会館ですよね、上がってみましょう。あ、ここにもねありますね。あっちですか。が引いてある。おお、ここで何かね講演したりすると思うんですよ。スクリーンもあるし、マイクもスタンド立ってるし、スピーカーもあるんです。あ、ここであれか、座って神に祈りを捧げたりするのかな。お酒のぼっここをちょんちょんってやったりしてるかもね。あ、ここ座いいですね。これが丸木舟か。内側のね、内装はこんな感じなんですけど、やっぱり現代は外側アルミサッシ入れないと、風雪に耐えれないから、しょうがないですよね。あ、ここにもある船。稲尾もあるし。いいですね。ここで公演するんだ、アイヌの。裏側なんか絵描いてある。なるほど。あ、ここですね。こんにちは、ダクソンです。あ、トンコリもある。ギターですよね。なるほど。よいしょと。はい、いかがだったでしょうか。旭川地下文アイヌ記念館ですか。地下文ではないんですけど、ここ河村兼人記念館よりダクソンがお送りいたしました。